ただいまより市長記者会見を行います。それでは市長お願いいたします。皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。まず最初にこの後ろのですね、いつもと違うバックボードですけれども、これは水道の事業はちょうど100周年を迎えるということで、ちょっと 水色と、そしてまたこれ工房で、これ横にしますとですね、福という字になって、これですね、100と福をこう福井の福と合わせたような形で、親しみやすさもあろうかなということで、今回これを使わせていただいております。大正13年、1924年に給水を開始したということでございます。これからも皆様方安心して使っていただけるように精一杯努めていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の、記者会見の一つ目ですけれども、スロベニア共和国 のクラン氏の訪問の報告ということでございます。これはこちらの方にございますのは、前回クラン氏の市長さんですけれども、福井の方にいらっしゃった時の写真でございます。その返礼というわけではございませんけれども、今回クラン氏の方に行きました。若干ご紹介しますと、スロベニア共和国、これは我々 の福井市のホストタウンを務めた国でありますけれども、大体四国と同じくらいの面積で、人口も210万でしたか、小さい国であります。イタリアの隣、東隣がイタリア、西がイタリア、北がオーストリア、そしてハンガリーが西側、そしてこれはもともとユーゴスラビアの、このユーゴスラビアのですね、のから独立をしたといいますか、そういった国であります。その中のクラン氏といいますのは、このジュビリアナっていうのは首都でありますけれども、ジュビリアナ首都でありますけれども、ジュビリアナ空港から首都よりも近いという、人口5万人程度のですね、かとはいえ、3番目の大きい都市ということで、なぜここかといいますと、この福井市とスロベニア共和国とですねお付き合いをしてたんですけども、自治体同士のお付き合いというのが基本だろうということで、実はクラン氏は前の、中日のスロベニアの大使でありましたアナ・ペトリッチ大使の故郷でありまして、それをご紹介いただいたということ。アナ氏は今ベルリンの中にベルリンの大使と赴任をいたしております。次お願いします。それでですね、福井市の方からクラン氏の方からですね、実は姉妹都市の関係を結びたいということで、強いなんかオファーがありましたんですけれども、我々としましてはよくわからないまま、大使から聞いておりますけど、そういうことで実は調査団を編成しまして、私とそしてまた議会の議長さんはじめ、お二人の来ていただいて、委員会代表して来ていただいたということで、これは学校訪問の様子ですけれども、非常に特徴あるような教育をされています。職業教育とかですね、そういうのに力を入れていらっしゃると。小学校の時か、それで子どもさんたちの交流、オンラインでの交流と、そしてまた先生方の交流をするのがいいのじゃないかというようなこともこれから考えていこうということです。これは高校ですでに福井商業高校と何らかのこうやり取りをしていると、交流が始まっているというようなところでございます。これは雰囲気をこういったような形で、お話を聞きながら学校を訪問して調査をしてきたということであります。次お願いをいたします。これはですね、これも調査 この、どういうかね、一断面といいますか、そういったことですが、これはですね、企業家の育成施設といいますか、ビジネスインキュベーターの、実際そういった
こう組織がありましてですね、ここでまあ成功した方々の話もお聞きをするといったこともございましたし、また下の方はですね、まあ、観光についての観光局を訪れまして、いろんなイベントをこちらの方でやっていると、まあ、共通点としましてお城がありますので、まあ、この話も私の方でさせていただきましたし、またここワインの醸造元はないんですけども、ワインのお祭りを、まあ、国内でも有数の大きなワインのフェスタをやっているということで、まあ、私どもも新酒の会といいますか、ハッピーテラスでやっておりますので、まあ、いろんな意見交換をして、まあ、何か取り入れることがないかということも含めてお話をさせていただきました。これはですね、これもクラン氏の訪問の一部ですけれども、ここで図書館へ訪問したときにですね、我々として非常に、まあ、今5月1日に新しい図書館をリニューアルしましたけども、まあ、コンセプトが本当に同じだったので、非常に嬉しいなというような感想を持ちました。まあ、要するに市民 のコミュニティのセンターというか、そういったことも意識しながら図書館を運営しているといったこともございましたし、これは日本福井店を写真と、そしてまた小道と、まあ、我々が行くということからかもしれませんけれども、市民の方々に福井を紹介していただく、あるいは小道って日本の文化の一部をですね、まあ、紹介をしていただいたという大変嬉しく思ったところであります。この下の方はこれ市役所の方で、実はこの国クラン氏は環境問題、まあ、ヨーロッパ全体としてそうなんですけれども、環境問題の積極的に取り組んでいらっしゃるということ、まあ、具体的にもこれから環境関係のことでお話をする交わすことが多いと思うんですけど、非常にデータ重視をしておられまして、まあ、環境に力を入れているということ、あるいはもう一つはですね、どうですかね、まあ、IT 化というか DX 化ということにも、まあ、力を入れていらっしゃる、まあ、これは、まあ、福井市も同じなんですけども、まあ、いろいろやり方とか、切り口というかそういうのも違っておりまして、かなり我々としてもいい話を聞かせていただいて、まあ、このクラン氏が力を入れているような側面、まあ、環境であるとか、あるいは DX 推進とか、そういったことも我々として非常に参考になったなというふうに思っています。まあ、これからですけれども、その糸口としては面白い話を聞かせていただきましたと。それからこれはですね、意向表明書という、先ほど言いましたように、クラン市長さん、非常にですね、福井市との、ホストタウンということもあって、そしてまた、ペトリッチ大使からいろんなことをお聞きになってるんだろうと思っておりますし、また福井の方に訪れていろんな印象を持たれた。どうしてもですね、姉妹都市の調印ができないかということでありましたけれども、私どもとしましては、この交流をある程度積み重ねることによって、まあ、そういった姉妹関係にはなるのかなということも申し上げて、今回、まあ、これから姉妹提携に向けていろんな交流をやっていきましょうというお約束をですね、しましょうということで、まあ、署名をさせていただきました。もちろん議長さんをはじめとする、まあ、議会の皆さんの立ち会いのもとで、まあ、私としては、まあ、調印をしてきた、署名をしてきたという、これは地元の方々で民族衣装を着た方々、まあ、歓迎の踊りを踊っていただいたということ、かなり熱を感じましてですね、それとこのローカルのテレビ局ですけども、まあ、インタビューを受けたと、今回の目的とかですね、感想、クラン氏の感想とかですね、そういったこともつまりマスコミさんもかなり興味を持っていただいているということも私としては肌で感じておりました。次お願いします。次に、話題は変わりまして、先般、熊本市長大西市長さんが福井を訪れていただきました。なぜかと言いますと、ちょうど30周年を迎えるということでありまして、その記念の授業といいますか、そういったことをさせていただきました。
この30周年の、まあ、記念といいますと、提携はの記念で熊本市の方にですね、11月、まあ、16日が調印の日だったので、今度は私の方からですね、熊本市に赴いて、まあ、そういったセレモニーに参加しようというようなことを今考えているところであります。まあ、この30年間、まあ、横井湘南先生と、まあ、1858年に、まあ、福井へ、中学校に招かれてきて、藩政改革、福井の藩を立て直した、財政的にも立て直したということ、それから1844年だと記憶してるんですけども、伊佐姫、細川家から、熊本細川家から松平進学校にお越し入れがあったということも、そういったきっかけをもとにですね、まあ、交流が始まったわけですけども、ちょうど30年を迎えますので、新たにスタートとしてお互いにですね、交流を深めていきましょうというお約束をさせていただいたところであります。これは熊本市の方でロゴを作っていただいた、大変かわいいロゴである。次お願いします。これからまた話題変わりまして、福井の夏を楽しもうということで、第71回の福井フェニックス祭り、メニューといたしましては、今までと大きくは変わっておりませんが、マーチング、そしてフェニックス花火、民謡、そしてよさこい一丁来というような形で、福井の夏を盛り上げていこうというような思いであります。それから新たな取り組みとしましてですね、こういった今までとちょっと趣の違うインパクトのある広報仕様ということで、冬はカニ、夏はフェニといったような見出しでですね、祭りを盛り上げて PR をしていこうということ、新幹線が開業した後の初めてのといいますか、祭りなので県外にもアピールができるように、市外県外にですね、そして多くのお客様に来ていただこうということもありまして、そういったことも意識したポスターになっているのかなと、インスタグラムでですね、キャンペーンを皆さんの力でお願いしたいということで、これも新たに取り組んでいこうということでございます。次お願いします。それから新たな取り組みとしまして、私もですね、そこに書いてありますように、ワンパクフェスティバルというのはすでにかなりの、この発信力を持っていると、民間の方々がやっておられる、市も県も支援をしておりますけれども、こういったことに何か結びつけて、今回の祭りの時にできないかということで、ウロの方で、ささやかながらですね、ワンパークのフェスティバルを意識したような、この催し物をやろうと、祭りの一つの取り組みとしてやろうということ、それからもう一つは、ブローインズ、我々としてもスポーツをしっかりと街づくりに生かしていこうという考えもございますし、またプロスポーツ、ブローインズだけではございませんけれども、ユナイテッドのサッカーのも力を入れて、ファン感謝デーみたいな、そんな盛り上げを作っていこうという中で、夏祭りについても、その期間に、ファミリー向けにハピテラスでブローインと協調して何かできないかと、こうやっていこうということであります。それからもう一つですね、同時期の開催になるんですけども、これも、第54回の、朝倉戦国祭りでございます。これも史跡内容ですね、甲冑を着た武者行列があるということ、これももう今やもう夏の風物詩となっておりますけれども、朝倉史跡を盛り上げていく、こういったこともやりながらですね、県外からのお客様も大勢来ていただけるのではないかなというふうにも考えています。それからこれもその夜のイベントですけれども、満東屋、越前朝倉満東屋、これはここに書いてありますように、福井豪雨からの復興願いを決めた、復興の願いを込めて始まったというイベントでございます。ご承知の通り、福井豪雨、今年でちょうど20年の年にあたりまして、改めてですね、今の福井をですね、見つめ直すといいますか、そういったことも、厳かなイベントですけれども、
越前万灯屋もかなりのお客様もいらっしゃいますので、これまた一つの大きな夏の風物としてですね、これからもしっかりと我々としてはバックアップという形になるんですが、していこうというふうに思っています。次は終わりかな。はい、以上がですね、今回の、まあ、記者会見の私からの皆様方への、話題の提供と情報の提供とさせていただきます。はい、それでは質疑応答に移ります。マイクをお渡ししますので、社名お名前などにご質問をお願いします。何かございますでしょうか。じゃあ福井テレビさん、福井新聞さん、ごめんなさい。福井新聞の前田です。スロベニアを実際訪問されたことに関してお聞きしたいのですが、実際にそのスロベニア、クラン市を訪れられてみた印象は何かありますでしょうか。実は私は2回目になります。1回目はですね、ホストタウンの、まあ、国からそのどうですかね、推薦を受けて行った時に、まあ、ホストタウンとしてのこの街の様子とかですね、まあ、施設であるとかホテルであるとか、まあ、そういったことを、まあ、説明をしに行って、まあ、いわゆる誘致に行ったわけですけれども、その時と全く印象は変わらずですね、非常に、安全な街であると、それから中世の面影を残す非常にきれいな美しい街であるというふうに、この感じとか印象は前と同じ印象を受けていました。ただ今回、実は教育とかですね、小学校それとか他のどうですかね、市の今やっておられることとかちょっと踏み込んでお話を聞いておきましたので、こちらもお話をさせていただきました。そういったことからですね、やはり、まあ、いろんなところに、まあ、違いがあるというか、これはどっちがいいよどっちが悪いじゃなくてですね、そういった違いも感じることができまして、それは何らかのお互いのこの刺激になるのかなというような印象を持ちました。それからいろんな人と、まあ、いわゆるビジネスのトークではなくてですね、前とは違ってですね、ちょっと非常にフレンドリーな形でお話しさせていただきました。まあ、印象としては非常に、まあ、素朴でというとちょっと失礼になるかもしれませんけど、温かい、まあ、人々のですね、印象を受けました。そういう点でもですね、私は福井の、その土地柄とっていうか合うなというふうに、空気も合うなというようなことを感じて帰ってまいりました。ありがとうございます。姉妹都市提携について教育分野に関して教員同士でも交流できるかなというようなお話があったと思うんですが、その他の分野でこういうところでちょっと提携して交流していけるなという部分があれば教えてください。教育でいくとかなりですね、教育の中身というかこの構成がかなり違っておりまして、我々としては9年生できっちり義務教育をやって、まあ、いわゆる基礎的な、まあ、知識なりを身につけるということ、これもこのクラン市ではちゃんとやっておられますけれども、ここで音楽をやっておりますし、次のあれかな、次のページ、次の次ですね、もう一つちょっとめくっていただくと、例えばですけども、これじゃない、ごめんなさい、ことで言います、もっと手前だったかもしれません、音楽とかですね、まあ、芸術的、あとはあるいはスポーツの方で、どうですかね、小学校からのそのキャリア教育の実際の実務をやっているという、まあそういった、まあ夏休みだったのに子どもさんいらっしゃいませんでしたけど、そういったことをもうすでに始めているということ、あるいは芸術の分野ですと、これもさ、ごめんなさい、これこのシーンそうですね、これはまあこれは高校なんですけども、例えばこの高校からオリンピックのメダリストがたくさん出ているというように、まあスポーツであり芸術であり、まあそういった方の専門的なことをどん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 やっていくということもやっていると。それから小学校ですとアフタースクールに、例えば音楽の教育やりたい人はそういった人が集まってきてですね、小学校の時から
バイオリンやりたい、あるいはこういう楽器をやりたいと全部用意がしてあって、それを無償で貸し付け、あの貸与して、そこで学校の教育とは並行してやってると。まあ、これあの多分ですね、これお聞きしたんですが、かなり長い歴史があると。こうユーゴスラビアのまあ社会主義国であって、そういった国の方針で、そういったことが今も必死に残っているのかな。これはいい悪いとは別として、福井市はまあ日本 の, その教育の形とかなり違うなということを感じました。それで、まあ小学校さん、小学校との同士の交流って今岡場小学校とか啓蒙小学校とかぼちぼち始まっていますし、こちらですと福井商業高校がまあ交流といいますか、そういったことを始めておりますが、私は子どもさんの交流とともにですね、向こうで話したんですけども、先生の教育、教職員の教員のこの、こうなんですかね、交流を やるのはすごい意味があることじゃないかなというふうに思って、そういった提案もさせていただきまして、これからしっかりとあの教育委員会と向こう の, その教育関係者の方と協議をしていければというふうに思っています。はい、すいません、教育分野以外の他の分野で何かその交流の可能性というところは探れましたでしょうか。そうですね、あの行政的にもですね、あの非常に先ほど言いましたの環境というものを非常に重視してまして、あの実はそのゼロカーボンに向けてやっぱり一生懸命やっておられて、それをデータ分析して、これも実は私帰ってきて環境事務所と似たようなことをやってますけど、かなり取り組みはですね大胆なことをやっておられます。例えば市の中心街から、まあ、旧あの中世のヨーロッパの面影を残す部分から全部あの車を排除するといった思い切ったような政策をやってます。これなかなか福井でやれって言っても難しいんですけども、そういったことも取り組んでいるということから見ると、環境のことに関してはかなり学ぶことがあるのではないかなというふうに私は感じて、ほんの触りだけあのこうプレゼンテーションをしていただいて聞いてまいりました。それからですね、これまたちょっと僕はその私の解釈が間違ってるかもしれませんけども、一応今実はマイナンバーカードみたいなのを始めてるんですね、クラン市の方で。なんで自治体がやるんだったら、多分国がですねそういったことを先頭切ってやってるのではなくてですね、こういう自治体がですねそういったことをやってると、まあその上に何を乗せていくかというようなこと、これ日本でも今やっていますよね、保険の紐付けやったりいろんなことやって、それをですね実は市独自でやっているということ、これはいいのか悪いのか別としまして、この国の仕組みとかいろんなものが違うんだなと思ったのと、実はその資金とかはですね EU からもらってるんですね、すごい数の市から。そういったことをクラン市がもらってるということは、ここに何かクラン市の特徴っていうか進んでる部分があるんだろうなっていう感想を持ちました。これは私の個人的な感想ですけども、まあ、そういったことから行政とのですね同士のお付き合いも非常にこれは楽しみだなというふうに思っています。それから経済界で言いますと、さっきインキュベート施設がありましたけども、企業家を育てていこうという、これはその話を聞いた時の話なんですけど、これまたですね職業教育にちょっと絡んでくるんですけども、非常に面白い。これも EU の支援を受けてやっているんですね。だからもうよく僕は EU と その各国と の関係はよく分かってるわけじゃございませんけど、まあ一福蘭市という小さな市が EU からちょっとそういう支援を受けてこういったインキュベートの施設をやってるということにも非常に面白いなというふうに思いました。その他にですね、先端産業というか、やっぱり人口が少ない、あるいは教育レベルってすごい高いというふうに思いまして、要は教育は大学間で無償なんで、そういったこともあろうかなと思うんですけども、そういった意味ではですね、いろんな産業面でも、いろんな、学び合うことがあるのではないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、他にありますか。読売新聞さん。読売新聞の川上と申します。関連してクラン市なんですけれども、クラン市の方は姉妹都市にかなり前向きであって、で福井さんの方はもう少し、
共有して、いろんなイベントとかを積み重ねてからと、やや慎重姿勢かなとは思うんですけれども、クライン氏さんが福井さんに期待されていることっていうのはどんなことだとお感じであるかということと、あと福井氏さんが今後、その交流を積み重ねてということだったんですが、どんな交流を積み重ねていきたいかということと、あとその課題、姉妹提携を結ぶ上での現実的な課題というものをどのようにお考えか、ちょっと教えていただければと思います。クランシさんの方からオファーは強いオファーと、これは実際あってですね、協定、その姉妹協結んでから一緒にいろんなことを考えていきましょうというか、お付き合いしていきましょうというんですけど、私の思いとしましては、議会の方と一緒にいたというのはその一つなんですけども、やっぱり我々として市民の方々の理解も得なければいけませんし、もちろん議会の方々のご同意も、同意は手続き上必要かどうかは別としまして、やっぱりそういうことを分かっていただきたい、クランシそのもののことも我々として周知する時間も必要だということで、今回はちょっとも私の方で お断りじゃないですけども、ちょっと順序を立てていきましょうという話で、それも理解していただいて、その代わりちゃんと姉妹都市に向かっていきましょうよということは、私先方さんからのオファーに応える形で私が議会の立ち会いのもとでしたと。これからの交流に期待するというか、やっぱり福祉としてはヨーロッパ の都市初めてですし、実は先ほどちょっと言いましたように、こう会っていろんな話をする中で、違いがどんどん分かってくるし、ということは違いあるということは、お互いにこういい部分も悪い部分もあるんじゃないかということ、これは漠然とした言い方ですけども、今まずは教育の分野でやり取りをしていこういきましょうということで、学校訪問もいくつかしましたし、その後はこれからの可能性としてはいろいろあるだろうなというふうに思っています。ただ課題というんじゃなくて、地理的な距離が非常に離れておりましてですね、それは課題と言えるかどうか分かりませんけども、その乗り越えなければいけないというんですかね、そういう事実というものがあるということは、はっきり認識をしているところでありますし、また、先お城が2つあって、あとお酒のイベントをやっているというような、そういった共通点もですね見出しておりまして、例えばさっき言ったワインのフェスティバルというのは国の有数なそのビッグイベントなんですよね。そういったことを我々酒12の酒蔵があってですね、そこで集まって新酒の、これは福井市じゃないだけじゃないんですけども、そんなフェスタをやってますけども、それをこう大きくしていくというか、そんなことをなんか学べることがあるんじゃないかなっていうふうにも感じましたし、それからもう一つ、自転車サイクリングのですね、そういったその自転車で巡るツアーみたいなのを市内でやっておられまして、いろんな環境は違いますけども、面白いなと思って、こんなことはエコも絡めて何かできないかなっていうようなことは直感といいますか、その話の中で思いました。これはこれからの我々として、どうですかね、取り組めるかどうかも含めてですね、いいようにそのいいヒントとかいろんなやり方とかね、そういうものがあればということですので、交流の余地っていうか、そのあれはすごく広いと思います。違うだけにって言った方がいいのかもしれませんけど。はい、もう一つはいいことはですね、町が安全なのでどなたが行ってもですね、本当に安心して町を歩ける、本当に犯罪も少なくて、私はこれ2回行って2回とも感じたの肌で、それはすごくお付き合いしやすいかなという感じはします。市民の方、議会の同意が得られるかどうかというところにもかかってくるかと思うんですけれども、早ければ何年までに、姉妹提携結びたいとか、そういった目標目処等ありましたら教えてください。実は先方さんは早くしたいっておっしゃるんですけど、私としてはですね、議会に議決が必要だとかそういうことじゃないんですけども、いろんな交流を積み重ねるのに少なくとも1年は必要かなというふうな感覚的には思っています。
きちっといつまでにっていうようなそういったことは目標は掲げてませんけども、大体そうですね、あまりこれ長くしてもですね、前提だけをこう、それもどうかなと思って、クラン氏が言われるようにまずは提携を結んで、それからいろんなことを積み上げていこうというのも一つの方法だと思いますので、それは、両者で決めていくということ。それと来年ですね、2025年に万博がありますよね、大阪。あれにですね、スロベニア実はパビリオンを出展される。そこにですね、実はクラン氏から先ほどの環境ものことのそのあれもですね、実はクラン氏からその来ると。だからあれ、その期間内にですね、具体的に何か市長さんが来ることがあれば、そういったことも可能かなとは思うんですけども、それまだきっちりいつとかいう何年後とかいうのはないですけども、一つの目安としてはあるのかなというふうには思っています。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこれで市長記者会見を終了します。ありがとうございました。